次の国に迷い込む。どうでもいいことも彼の比べ。ある人は時間に追われ、またある人はその扉を閉ざす。根本的な救いとは、小さな心の音だわないな。さらなる闇の奥へ続く扉を開いて手を振り切らない。始まると終わり交互に繰り返し、今は何度目の道中。行く道も帰る道もわからぬ迷い人に歌ったピアノ。どっちも定義のさ、ずっと知っていただろう。最高の近道を君に教えてあげましょう。